ょっとね、この盛り上がり見てて、盛り上がる、また下がるみたいな、小さいよね。で接触点は大体側頭骨とか、頭頂骨かぶるところでもいいと思います。何か所かでやって一番なんていうのかな、反応の大きいところで見ててほしいんですけど、いいですか。この人息をした時背中大きくなりますよね。ほら大きくなったでしょ。で今吐いてるんで、僕今頭を押してます、潰してます。大げさなこと言うとグーッと吐かせきってんですよ。今吐かせきってからちょっと緩めて吸える状態作ったらどうね、このくらい変わってくるってことです。